し上げます。レンズは集めておきました。どうかお持ちください。こんな大変な時に国を留守にしてすまない。なんの、陛下のご活躍はファンダリア国民の誇りですぞ。モンスター退治は我らにお任せよ。街中には絶対入れさせませぬ。頼む、ダーゼ。苦難の時は今少しで終わる。どうかそれまで耐え忍んでくれ。はっ、このダーゼ一命に変えましても。チェルシーよ、陛下のことをしっかりお守りするのだぞ。任せてください。皆様もよろしくお願いいたします。リアーナ、相変わらず仲睦まじいな。ジョニー、体は大丈夫？どうか無茶はしないでちょうだい。おっと、あまり心配しなくていいぜ。フェイトのやつがやきもちをやる。お前のその態度はどんな時でも変わらないな。レンズを集めていただき感謝します。アクアベイル全土からなんとかこれだけ集めました。少なくて申し訳ないですが。とんでもない、協力してもらってありがとうございます。ジョニー、こんな時になんだけど、あなたに報告したいことがあるの。その前振り、さてはお前ら。まあそういうことだ。やりやがったな。それでね、ジョニーには子供の名付け親になってほしいの。だから無事に帰ってこいか。やれやれ、とんでもないプレッシャーをかけられた気分だぜ。頼んだぞジョニー。わかったよ。置いてあるレンズを勝手に持っていけということか。この地の人間と分かり合うにはまだまだ時間がかかりそうだな。それでもレンズは提供してくれたんだ。大きな前進だよ。少しずつでも歩み寄っていけるさ、きっと。そうですね。これで言われた場所は全部回ったな。セインガルド城の中庭にいるレイノルズさんに急いでレンズを届けよう。ここまでか。レイノルズさん、レンズを回収してきましたよ。お疲れ様。わざわざすまなかったね。うん、集積レンズ法の製作もだいぶ進んだようだな。ええ、一応完成しました。本当ですか？やった。本当はエネルギーの変換効率をもっと高めたいんだけどね。そうすれば出力を上げられるから。今のままでは不十分なんですか？それは大丈夫。みんながレンズを集めてくれたからね。きっと外郭を打ち抜いてみせるよ。そういえば打ち抜くのって外郭のどこでもいいの？いや、どこを狙うかはすでに決まっている。作戦実行の時に教えるよ。そうですか、楽しみだな。それでは私たちは陛下に一旦ご報告に上がろうか。そうですね。楽しみか。ソーディアンチームの諸君、今までご苦労だった。集積レンズ法も完成し、いよいよ全ての準備が整ったようだ。明朝作戦を決行する。明日。明日か。ついては諸君には今夜一晩ゆっくり休息をとってほしい。諸君のために町の宿を借り切ってある。好きに使ってくれ。本当は祖国へ戻りたいだろうが、そこまでの時間はない。すまん。いえ、お心遣いをいただきありがとうございます。さて、ひとまず町に移動しようぜ。玉座の前で立ち話ってのも恐れ多い。町へ行くとしようか。宿も取ってもらったことだしな。ちょっと目が疲れました。素顔のフィリアさんも可憐だ。女性は小物一つでイメージが変わるものなのさ。ここは早速俺様の出番だな。フィリアさん、今日も一段とお美しい。
ったら、コングマンさん、ずいぶん痩せられたような。俺はコングマンじゃないんだが。すみません、ジョニーさんでしたか。うわあ、ジョニーに間違われるとはショックだぜ。そのセリフそっくりあんたに返すぜ。こんな形でダメージを負わされるとは、女ってらつくづく。王様の口から決戦とか言われると、いよいよって感じがするわね。泣いても笑っても明日で最後なんですね。明日か。ついにこの日が来たな。俺様がいる限り勝つのは間違いねえ。心配すんな。なんだか緊張してきました。なあ、せっかくだから明日の朝まで自由時間にしないか。みんなバラバラってことですか。そう、こういう時は各々やるべきことがあるだろ。例えば国に残してきた者に手紙を書くとか、誰かに伝えなくちゃいけない思いを伝えておくとか。では私は国元に書状をしたためるとしよう。私は明日に向けて勝利のおまじないを。武器の手入れをしておきたかった。特製スタミナドリンクを飲んで快眠と行くぜ。おいおい、そんなのばかりか。色気のない集団だな。まあ誰が何をやろうと自由だが。じゃあ私は少しその辺でも散歩しようかな。スター、あんたはどうすんの。そうだな、寝るかな。もう？もうって夜だし。今はいつでも夜だけどね。明日に備えてひたすら寝てろって王様にも言われたし。ゆっくり休息をとれですよ。あっ、そうですか。さすがフィッツガルドの田舎者は健康的でいらっしゃいますこと。何怒ってるんだ。別に怒ってなんかいないわ。例によってザレ事なんだが、物事ってのはすべからくタイミングだ。やるべき時にやるべきことをやらないと二度と機会は訪れないかもしれないぜ。やるべきこと？おっと、俺が口を挟むのはここまでだ。あとは自分で考えないとな。はあ。じゃあここで解散しよう。休みたくなった者は宿へ行く。いいな。やるべき時にやるべきことをか。ジョニーさんどういうつもりで言ったのかな。休みたくなったら宿へ向かえ。明日に備えるのだ。休みたくなったら宿へ向かえ。冴えて眠れないのか。うん。なあディムロス、俺のやるべきことってなんだ。明日に備え体力を回復すること。眠れなくても無理に眠ることだ。そうだよな。ただしお前がこれを聞いて納得できるかどうかは知らんぞ。なんだよそれ。自分で考えるのだな。ジョニーにもらえなかった答えを我に求めようとするな。チェ。さっきはスタンにあんなこと言ってよかったのかよ。使命感に駆られるあまり行き急がれても困るからな。身近なところに執着する対象があるくらいでちょうどいいのさ。なるほどな。と言いつつ実際は面白がってるだけかもしれんがね。ただまあなんというか、もう一つの要素があることを見抜けなかったのは失敗だったかもな。もう一つの要素だ。
誰だ？フィリア。お休み中のところ申し訳ありません。お話ししたいことがあって。中に入ってもよろしいでしょうか？あ、うん。失礼します。フィリア。私ちょっとだけ勇気を振り絞ることにします。スタンさん。うん。実は私、スタンさんが何をするべきなのか知ってますよ。え？私がスタンさんを呼びに行った時も、こうして私と話している間も、スタンさんの心の中に常に浮かんでいるであろう誰か、それが答えです。フィリア。あとは言わなくてもいいですよね。ありがとう。俺ちょっと行ってくる。本当にこれでよかったのか？お二人とも鈍感で不器用ですから、これくらい背中を押して差し上げないとどうにもならないんですわ。鈍感はともかく、不器用に関しては主も相当なものじゃぞ。いいんです、これは私自身がこれまで選択してきた立場なんですから。いつの間にかという感じでしたけど。つくづくそんな役回りじゃの。じゃがそんな主をわしはいい女だと思うぞ。あら、今頃気づいたんですか、そんな当たり前のこと。今俺がやるべきなのは、こんなところで油を売っていていいのか？やらなくてはいけないことはもう一通り済ませたよ。ダリスに会えなくて残念だろう。離れていても私たちの心はつながっている。失礼、これは愚問だったな。ウッドロー、お前は妻を迎えないのか？いずれそういう時が来るだろうが、今は全く考えられないな。そうか、仮に。ん？いや、予想。私は冗談が下手だ、きっと笑えない。もう少しだけこうして海を眺めてみるか。ああ、悪くない。今俺がやるべきなのは、ルーティ。ほら、偶然ね。寝てたんじゃなかったの？ここへ来れば会えると思った。へえ、あんたにしては随分頑張ったセリフね。まあギリギリ合格かな。何がだ？あんたの解消に関してよ。あんたさ、この戦い終わったらどうするつもり？また旅に出ようかと思ってる。俺にはまだまだ勉強が足りないからな。そっか、私たちもつくづく妙な因縁で結ばれてるわよね。そうかもしれないな。あんたさ、飛行竜の密航がバレて処刑されかかったことあったじゃない。古い話を持ち出すな。あの時は不意に何かが飛んできて助かったんだ。あれやったの私。そうだったのか。あんたがあんまり間抜けなもんでつい手助けしちゃったってわけ。じゃあルーティは俺の命の恩人でもあるわけだ。思えばあの時から始まって今までいろいろなことがあったわよね。そうだな。本当にいろいろなことが。でもそれも明日まで。
あんたとの因縁も今度こそ最後、やっと先生するってものよ。ルーティ、あのさ、この戦いが終わったら俺と二人で旅をしないか、どうだ。あんた私のこと口説いてる？え、これってそういうことになるのか。俺はただルーティにこれからもそばにいてほしいと思っただけで、同じところに立って同じ方向を見て同じように歩いていけたらいいなって。だからそういうのを世間じゃ口説くっていうのよ。そうなんだ、知らなかった。言った後でおたおたしないでよ、閉まらないわね。だけどそれがあんたらしさでもあるのかな。それで返事は？聞きたい？もちろん。私の答えはね、うん、内緒。なんだそれ、ずるいぞ。私に答える義務はないもの、どうしようと勝手でしょ。それはそうだけど。まあ保留ってことにしとくわ。無事に帰ってきたら言うから。拗ねた？拗ねてないよ。ったく仕方ないわね。いい？明日は勝つだけじゃダメなの。そんなのは当然のことだから。勝って生きて帰ってくるの、みんな一緒に。わかった。私の返事聞きたいんでしょ。だったら何が何でも生き抜くのよ。ルーティーこそそこまで言ったからには絶対だぞ。当たり前でしょ、この私を。殺されたって死ぬもんですか。約束しよう。え、約束よ。今のところはこんな感じかな。そうだな。後の楽しみもできたってことで、みんなのところを戻ろうか。みんなって？きっと酒場にでも集まってるわ。こういう時って眠れないもんだしね。みんなのところへ戻りましょう。きっと酒場にでも集まってるわ。いよいよだな。最終作戦の内容を伝えられた時はどうなることかと思ったが、私たちは素晴らしいマスターを得た。きっとなんとかなるわ。時に主ら、明日わしらがすべきこと分かっているじゃろうな。マスターと共に戦い勝利すること、二度と同じ事態が繰り返されないようにすること、そしてもう一つ、私たちのマスターを無事に返すこと。うん、改めて聞くまでもなかったの。我らのソーディアンとしての使命、存在意義を全うしよう。何があっても。そうね。ああ、全ては明日じゃな。お前にしては珍しく目覚めがいいな。こんな日くらいはさすがにな。さてと、集積レンズ砲のところへ行くとするか。そうだな。いよいよ作戦決行の時が来たぞ。ああ、レイノルズさんも待ってるはずだ。集積レンズ砲のところへ行こう。集積レンズ砲のところへ行こう。来ましたね。集積レンズ砲の準備も順調に進んでますよ。飛行竜の修復も完了したと今しがた報告が入った。これで
いつでも飛び立てる。それでは発射に向けての最終シーケンスに突入します。中席連続砲照準セット、目標ラジスロー。わざわざラジスローを狙う必要が。なぜそんなことをするんです、レイノルズさん。外角をよく見てください。ところどころに青い半球のようなものが見えるでしょう。うん、あれは何なのだ。エネルギーアブソーバーです。なんじゃと。ということはあれの影響でレンズ砲が外角に当たるとエネルギーが吸収されてしまうんです。そんな。ただしラディスローが見えている部分だけはアブソーバーの影響を受けません。だからそこを狙って撃ち抜くのが一番確実なんです。もしリトラーがまだ生きていたら、ラディスローはまだ残っているんだし、可能性はあるんじゃないですか。無論その場合指令もただでは済まない。コアクリスタルごと吹っ飛ぶだろう。それはリトラーにとって間違いなく死を意味するわ。そんな、他に方法はないんですか。あったらそっちを選ぶに決まっている。僕だって本当は嫌なんだ、レイノルズさん。だから出力を上げたかったんだ。どこを狙っても大丈夫なように。でもレンズ砲の耐久力を考えると限界だったんだ。自分を責めるな、レイノルズ。お前はよくやった。リトラ、まだ無事じゃったか。なんとか通信機能を回復させた。もっとも風前の灯火だが、ソーディアンチームの諸君、ためらってはならん。これは私が持てる情報すべてを分析し弾き出した回答だ。リトラ、地上の未来は諸君の手にかかっている。躊躇せずにやるがいい。さあリトラの志を汲んでやってほしい。わかった、レイノルズさん、頼みます。国王陛下、作戦開始の宣言を。世界の存亡をかけ、ただいまより最終作戦を発動する。旧跡レンズ砲発射準備。エネルギー充填率 80%、 中積レンズ回路接続、ジェネレーター内圧力上昇。中積レンズ砲発射準備完了。総員対食対先行防御、最終カウントダウン開始。9 8 7 6 5 4 3 2 1。集積レンズ砲発射。私たちの希望の光。ああ、リトラーが導いてくれたかけがえのない光だ。あの光を私たちの手でもっと大きく永久のものにするのよ。みんな、大クロフトに乗り込むぞ。最終決戦だ。リトラーの思いを絶対無駄にはしない。俺たちの手でミクトランを倒すんだ。飛行竜で大クロフトへ乗り込もう。飛行竜に乗って大クロフトを目指すんだ。飛行竜発進。目標大クロフト。
とうとうたどり着いたな。ねえ、みんな見た？ああ、驚いた。いつの間にか外郭大地の上が緑に覆われていたとは。これもエネルギーアブソーバーの影響じゃろう。こちらの予想よりもはるかに早く事態が進んでおるようじゃな。あれがミクトランの目指す新世界の姿なのですね。そう、俺たちにとっては決して認めることのできない世界。全てを終わりにしよう。俺たち自身の手で。待てよミクトラン。ここまで来たら、あとはミクトランの元を目指すのみだ。何としても勝つんだ。ミクトランに勝って俺たちの世界を取り戻そう。おはようございます、女王様。ああ、みんなおはよう。ルーティーちゃん、早速だけどおやつを用意してちょうだい。フィリアちゃんはお花を摘んできて。かしこまりました。かしこまりました。私めは、そうだな、マリーちゃんはいつものように私と遊んでね。ねえマリーちゃん、聞いてる？マリー、うわー、なんですか今の夢は。それにしてもこの大クロフトって広いわね。ああ、今までの空中都市とは全てが違うよ。なんですか、もう弱気になってんのか。そうではない、感じているのだよ。ここが本当に敵の総本山だということをね。間違いなくあいつが、ミクトランがここにいる。これが最後の戦いだ。ミクトランに勝って俺たちの世界を取り戻そう。突き進んでミクトランを倒すんだ。何としてもミクトランを倒すのよ。ミクトランのところへ急ぎましょう。全力でミクトランを倒すのだ。ミクトランに渾身の一撃をぶつける。ミクトランに迅速の一夜を見舞います。ミクトランをぶっ倒すのは俺様だぜ。俺の歌声でミクトランを吹き飛ばしてやるぜ。俺たちの手でミクトランを倒すんだ。飛行竜でダイクロフトへ乗り込もう。それで、
なかなかの難問揃いだったな。はい、全問正解できて嬉しいですわ。普段の練習が実を結んだ気がします。そういえばクイズ研究会の部長の話は結局どうするんですか？フィリアとウッドローのどっちがふさわしいのかしら。この度の全問正解は皆の努力で勝ち取ったものだ。そこでこの研究会を男子部と女子部に分けて、それぞれみんなでやっていくことにしませんか？へえ、いいじゃないですか。じゃあウッドローさんが男子部部長で、フィリアが女子部部長だ。ソモさん、セッタ。目の前の橋にはこの橋渡るべからずと注意書きが記してあります。さあどうする？難しいですわね。わかったぞ。誰もが気軽に、そして平等に使うことができる橋を新たに建設すればいい。あの、これ謎かけなんだけど。なんてお優しいのでしょう。やはり王の器を持つ方は違いますね。さすがウッドロー様です。真ん中渡ればいいじゃねえの。